はい、こんばんは。<laughs> はい、今日もよろしくお願いします。こんばんはです。富山さん。加藤さん、こんばんはです。よろしくお願いします。 さんこんばんはです。ジェラさん、こんばんはです。今日、よろしくお願いします。あパン屋さん、ケースバさん、こんばんはです。パン屋さん、こんばんはです。はい、よろしくお願いします。アシ沢さん、こんばんはです。サエリさんもこんばんはです。よろしくお願いします。<coughs> えと今日はですねあの <coughs> 写真集の表紙がねもうできてきたんですよねこれこんな感じです今度の写真集どうですかこれ。セコンドって書いてあるセコンドのとこが、えー、グレーにちょっとなって。 声が小さい音量がもう少し大きいと嬉しいですどういうことだろう音量が小さい下向いちゃってるから <laughs> はいどうでしょうかこれで音量の方大丈夫そうですね はいどうですか音量の方あ村山さんこんばんはです山崎さんこんばんはですよろしくお願いしますあ塩田さんねこれ表紙かっこいいですよねどうですかこれこんな感じなんですけどモノクロで 今回はね表紙はあのカバーは、えー、マット PP っていうねマットちょっと洋書風になりますねこれね最初このセコンドってとこが、えー、白抜きだったんですけどグレーの方が全然落ち着いてるので、えー、グレーに変えてみましたねどうですかこの感じめっちゃかっこいいですよ296ページあるので えーまあ、一応今回は、ねえー、定価9,000円前の、ね、やつが6,000円だったんですけどさ、えー、っと増刷すると8,500円になっちゃうっていうので、まあ、あの今回は、ね、少し、えー、高くはなりますけど、まあ、16ページ増えちゃうからねで296ページですね。だから ま、実際前のよりはまあかなり。熱くなるので、まあ中身に関してはまあかなりえ良くなると思うんですよ。かなりね。あ、そのままさんこんばんはです。待ち合わせ、さん、こんばんはです。よろしくお願いします。ね、このこの感じはいいと思うんですよね。これなんか置いとくとすごくかっこいいと思うんですよね。 あ、北島さんこんばんはです。お茶さんこんばんはあ、ブラックスナザーさんこんばんはです。北島さんもこんばんはですよろしくお願いします。ね、こんな感じに、えー、なるので、まあ、かなりまあ、かっこいい表紙だと思うんですよね。やっぱこう全然違う感じになるので、うん。 ね、写真もケース場さんこんばんはそうなんですよこれマットでモノクロームの、えー、表紙の感じはいいですよこれねでなんか厚さも前よりあの厚くなるのとあと、まあ、認定っていうこともあってねで、まあ、認定っつってもね、まあ、そんなハードルをすごく高く上げたわけじゃないんですけど、まあ、50%ぐらいーセント 5割ぐらいな感じですね。まあ、88割なんていうとね。もう大変ですけど。でもページはさらに増えてまあ、かっこよくなったので表紙もね。まあ、かっこよくしようとでこう。皆さんがねこう持ち歩いてもかっこいい表紙にしたらいいと思うんですよね。そう。これ楽勝ダンサーそうなんですこれ表紙裏表紙なんですよね？ いいんででですす大丈夫表表紙裏表紙裏これはで一応これねあのカバーカバーなので中の表紙はまた違うやつなんですが中はカラーでいきますけどこれ一応あの表紙っていうかカバーですねでまあ言われてるようにね表表紙裏表紙裏ですこれはだからこの感じがえ背表紙がこういう感じになってるので、まあ、この辺がすごいかっこいいと思うんですね。 これすごいかっこいいですよね。どうですか？これ？ね。あでこことらさんよろしくお願いします。え、cs さんこんばんはです。よろしくお願いします。ね、この感じだったらまあ。持っていてもかっこいいし。今回はちょっと迫力十分ですね。もう来週一応火曜日かな。火曜日ぐらいには。 まあ色光が上がってくるのでまあそれで確認してよければ本がもうすぐにできる状態になるのでまあかなりねまあ自分でも楽しみでね今回はちょっとね洋書風に洋書風に見えたらいいかなっていうのでこのようにしましたでこれデジタル印刷なのでまあかなりねいい状態に上がってくるのはもう間違いないのでで やっぱりこの雰囲気はもう抜群でしょうね <laughs>。ここで置いておくとかっこいいと思うんですよねすごくね。皆さんの意見も。だからメンバーのねメンバーで参加してる人以外の方はねまあもしねよければこれをまあ購入していただいてまあ今回もすぐなくなっちゃうと思うんですけどねで購入していただいてまあ 見てくれればいいと思うんですよね。で、中の写真もみんなやっぱりね。素晴らしい。やっぱりね。レベルが高いのでね。今回はちょっとね。本当にレベルが高いなっていうのは感じてます。自分でもで中を見てね。あの、その素晴らしさをね。やっぱ体感してもらえたらすごくいいと思うんですよね。で、一応、今回もまあ、スポンサークライアントさんがついてくれて。 まあ選んでもらうって形になってるんですけどまあこれを見たら中のね作品はも,うもちろんねもう皆さん素晴らしい作品なのでこの表紙を見たらねやっぱりちょっとね野村クラブもなかなかじゃないかなっていうふうに自分では思ってますけどまあ皆さんの意見はどうでしょうかね。 まあでも中の写真がねやっぱりねメンバーの方の写真がねやっぱりこうあれから1年以上経ってねで全体のレベルアップがすごい高いですねもともとねもともと上手い方がすごく多いのが野村クラブのね特徴ではあるんですけどよりねやっぱり洗練されて。 より力強い感じになってきてきねで今回はあのうちのねアシスタント3人もね是非応募させてくださいってことなんで一番最後に入れてあとうちの甥っ子のね博光のが入ってで一番最後にはカメラフリックの編集長であり えー、ホビージャパンの社長である松下さんに、えー、ぜひね、えー、今回は、えー、ご招待って感じでね出てほしいっていことで言ったらもう喜んでってことで、まあ、こういうのもね一つの、まあ、この作品集のねそのレベルアップっていうかねなになってるために、まあ、こういうことをね、えー、やることによってねまた えー、かななり違ううものになると思うんですよねでこれ今回はねあのー、まあ皆さんのね,、まあまあ、みね当然ここ買ってみ買って,みてもらうわけだからで今回は、まあ、前回はねあんまり中を見せることはなかったんですけど、まあ、今回はねまあ、あのー、本が出てきたら中もこんな感じですっていうのを見てもらおうと思うんですね。で あのメンバー以外のここに参加されてない方以外の方もぜひねこれをま参考にされるといいと思うんですよね。自分のまあ見てる感じだとねやっぱりこうカメラ雑誌のレベルというよりはもうはるかに高いレベルで皆さん撮られてるのでねでやっぱりそのホビージャパンの社長までがここにね参加してくれてるっていうことを考えたらまあかなりのもんだと思うんですよね。それで まあ実際うちのねアシスタントしてた3人もねもうぜひ参加したいっていうからもうちゃんと平等になんだよってことで一回ねこの間のメンバーサイトではその写真をねえ皆さんちょっと見てもらいましたけどでこれがまあ一応プロとなるとね,ね自分が前にも話したようにねまあプロとなるとまあ要するに風景 風景専門にねうちのアシスタントを、まあ、擁護するわけじゃないけどうちのアシスタントもね要するに元アシスタントも、まあ、独立しても仕事してるわけだからでやっぱりその写真のレベルはまあね高いけど風景を専門的に撮ってるんじゃないので、まあ、これからもねあの自分たちも風景をよりこう撮っていきたいっていうことで。うん どこは S、が間違ってん小さいところこの左側のところのやつがちょっと文字が間違いあるみたいでこれ色こで直しますこれは。ということでえ皆さんね楽しみにしててください。まあ一応火曜日にはねもう色こが全部上がってくるので。 また来週にはねその色香の感じも皆さんにねあのまあ最初メンバーサイトですねメンバーサイトの方にはまあその感じをねえ見てもらってでこんな感じでその色香が出てくるんだっていうことをね見ればすごいあの皆さんもね分かっていただけると思うんですね。と <laughs> いうことでねでまあ <laughs> 自分はそのねこういうまあ 野村クラブのメンバーの人ともねこうやって、まあ、2冊目をね迎えることができてでやっぱりこういう形でねもう要所みたいで、まあ、ここまでのねやっぱり296ページなんていう、まあ、超大作な感じですよね。それで実際、まあ、今回はね認定っていうことでやったのでまあうん。 まあお断りしちゃった方もいるてね本当は申し訳ないとは思うんですけどやはりそのギリギリなところギリギリのところでまああの認定した形にはなってるのでまあレベルはレベル的にはかなり高いものになってると思うんですよね。でまた中のレタッチもねあの自分がさしてもらってえーやってるんですけど。 まあ前回と比べると今回のえレタッチっていうのは以前ほどではないんですよねただまあこうした方がいいんじゃないですかとかあとは組み合わせした方がいいんじゃないかとかまあこういうことはねまあかなりまああったんですけど音量がまだだいぶ小さいっていうのかっきえさ音量小さいですかね 今大丈夫音量ちょっと上げてみる下向いちゃってるのかな。な、ね、だいぶ良くなったっていうことはどうですかね今マイクの位置がちょっと小さ,小さいのはあるんだまあ音量もしねあれだったら音量少し音量見てみますねちょっとね。 どうでしょうかこれで多分あんまり上げちゃうとねノイズが出ちゃうかなと思うのでえっとどうでしょうかあきよさんこんばんはですよろしくお願いしますあずおかさんこんばんはですおさんこんばんはです大丈夫ですかね音声の方はね <laughs> っていうことでね今日も えー、少しの間ですけど、えー、お付き合いくださいはいよろしくお願いしますすいませんまあ自分はね自分が、まあ、今回の,、まあ、の JPEG っていうことのね ことでもまあ動画を作ってね、えー、出したんですけどまあよくねまあこれ別にひうんまあ自分が思っててねまあ自分も YouTube とか、まあ、Twitter だとかいろんなところをこう見てね思うんだけど要するに JPEG 取って出しっていう言葉がよく目立ってねだからその JPEG 取って出しって別に悪いわけじゃないんだけど。 なんでそれをさ JPEG 取って出しっていうのがそのまあプロではないのかもしれないけど、まあ、プロの人がね JPEG 取って出しっていうのを、まあ、自慢してる自慢っていうのかなこういうんじゃないと思うんだけど、うん、でも自分はそれに関してはねその、うん、そういう取って出しっていうことに関してはねそのまあはっきり言ってうん そんな言われることではないしその、まあ、これで本当にプロとしてこうやってるのかなっていう気がするんですよね。例えば、まああのえー、どっかのね、えー、ファッションショーだとかステージとかねそういうとこを撮る分に関してはね照明でいろんな色が重なってるから、まあ、そういうところはねで枚数もたくさん撮らなきゃいけないから。 いいちいち老、ね、現像なんかしてる暇なんかないと思うから、まあ、JPEG で、まあ、軽いデータでどんどん流してネットに流すってこういうことはあると思うんだけど、まあ、あの自分もねそこに、まあ、書いてはあるんだけど結局そのプロの世界では自分がですよ自分が実際広告の仕事もしてるからでそこでは必ずですよ必ずデータを小さく あのしてほしいなんていうのは100%ないですでまあ自分はねワン DX でもね2000万画素でもこれでもやりたいって言った場合は相手はそれを納得するけどでも最終的にはあのローファイルも、えー、納品しないと、えー、コマーシャルは成立しないんですよねこれね皆さんがね一般の方がこのことをご存知なのかそれともその まあネットでやられてるねまあ自称プロっていうかねの方が JPEG 取って出しっていうことをすごく言ってんだけどねもし本当にプロだったら JPEG 取って出しなんていう言葉出ないんですよ絶対。でこれは絶対って言い切っていいと思うんですよなぜかったらコマーシャルはもう間違いなくローファイルが必要になるので,で最近は日本でもその。 要するにこうレタッチャーっていう仕事が出てきてそれでこのまあ何て言うのかなデータをえーやる人がいるわけですよね。でそれは合成っていうことも含めてまあ商品を入れたりとかあとは縦位置横位置ねの写真を使うってことを考えてそのローデータがないとダメっていうこととあとは縦位置横位置に縦長で使う場合と横位置に使う場合っていうのは。 背景をね、背景をそれに使う背景をまた別撮りをしてこれを合成すするんです、ね、で、ね。それによってね高いあの縦長の長いのもあれば横一のね、あの車内釣り電車の中の中釣りのねあそこの真ん中のところ横一の幅広いのドーンとなったりとかあとはポスターでね、えー、横一の、えー、B 倍版のポスターができるとかそういうことなんですよね。で、 結局まあ自分がねその高画素じゃなくても平気だっていう理由はその,印刷っていうのは目のしって方法を取るんですよ。目伸ばしっていうのは前に,前にも話してると思うんですけど結局まあもしねこう窓村のことがよく分かんなかった場合はまあ明日でもいいからまあ駅のポスターとかね見てすぐそばで寄ってみると。 もう点が大きく多分 B 千倍ぐらいのポスターだとすると、まあ、そばで見ると多分網点は1個の網点がもう2 3ミリぐらいに見えるので皆さんがこうやってにそばに寄ってみれば見えるんですよ。でもこういう、まあ、写真集とかこういうのだと175線とかっていう線数も細いのでこの。 網点が見えることはないんですよね雑誌の場合ですよこれあくまでも雑誌の場合はその網点が見えることはないんだけどポスターの場合はあの拡大するから大きくなってその問題ないわけですよねそれで最近はねえ駅のほらあの大きなディスプレイなんかね出てきてるけどあれなんかねもう一つ一つ見るともう網点なっていう感じのものじゃなくもう ボコボコしたようなそのね液晶のあれがもうすごい大きい状態になってるからでこれがもうその違うわけですよね。でこういうことをねその考えていくとじゃあ JPEG 取って出して JPEG でコマーシャルでその入稿するってことは100%ないんですよ。でやっぱりそれになってしまうとまあアートディレクターからね「いやちょっともうあのローファイルも一緒に撮ってください」って。 必ず言われると思うんですよねいや俺は JPEG しかやらないんだって言ったら多分コマーシャルだとなかなか成立しないと思うんですよね。でそれぐらいあのこういうのに関してはねもうその辺のところを分かっていただかないと明日役さんこんばんはですで。ここの辺の辺ところをねそのまあ分かっ っっててなないか JPEG 出しなんですってそれがプロの人がねそれを自慢っぽく話してるけどまあ俺に言わせればこの人たちはやっぱ広告はやったことないのかなっていうふうに思っちゃうわけですよね。でやっぱりこのこう,いこういうことで実際広告までね仕事をしてることがあれば必ずローファイルも必ず必要だしで自分がねまあ,あの今の。 えー、自分が出してる YouTube のを見てるとねこう補,足して補足っていうかね言葉が足りないところもあったと思うんだけど、まあ、自分はカメ,ラカメラ本体が持っているその、まあ、性能ですよねで。性能っていうのはそこではカメラ側が持ってるから例えば色温度ね色温度下げたり上げたりで色が変わったりあるけどでもそっから微妙な色をね足したり引いたりとかっていう。 でできないんですよっていうのはカメラの中でやってるわけだからでそうすると、まあ、自分がねその言ってる最終的にはソフトウェアを使ってねで、まあ、ライトルームなりねフォトショップなりして微妙な色を作って肌色を作ったりとかそういうことをすることによってその自分の色を作ってるっていうことを自分は言いたいわけですよね。だからこのまあ 前にも出したと思うんだけどこういう肌色とかこの,その微妙な色を出すっていうのは要するに JPEG 取って出しでね自分は JPEG 取って出しなんだっていうことが何の自慢なのかちょっと分からないけど自分はそんな必要はもう全くないしそんなとこでその自分は JPEG 取って出しなんだって見栄を張る必要はないし見栄を張ったところでコマーシャル業界では通用しません。れそれをかかってかないなと まあ皆さんがわわかんがかないと思うんですよ、ね、これまあね R3 だから2,400万24画素だけど全然問題ないわけですよね。でこれを、まあ、ポスターなんかでいくと、まあ、拡大してその見せていくので全然問題ないですよ。これね多分その皆さんが皆さんがねこう,こういうことに関してね自分は別にその。 JPEG 取って大しに対してねものを申してるとかねそれに対してこう反論してるわけでも何でもなくまあこれはねもう調べてもらってね俺がいちゃもんつけてるわけじゃなく調べてもらってもう確実に JPEG っていうのは圧縮ファイルだからもうねカメラが作った圧縮ファイルでこれを否定はしません私はいいと思いますすごくいいんだけど最終的にねプロとして あの仕事をしていく場合のことを考えたらやっぱりこれがえ大きな問題になるってことですよねこれをその皆さんがねこう自分はその自分が知ったかぶりしてるとかそういうことじゃなくてあくまでも自分の色を持つだから自分はカメラマンとしてねそのフィルム時代の話もね今回してるんだけどフィルム時代でもとにかく。 じゃあフィルムが出てきてきねで昔のフィルムのことを知ってる人だったら分かると思うんだけどフィルムが出てきたからじゃあ、えー、ヨドバシで買いました例えばどっかで買いましたと言っても全く同じ色のフィルムに出くわすことってないんですよ。っていうのはそれだけ、まあ、製造要するに、ね、製造番号によってその色の違いが起きるってことですよね。昔は、まあ、この えー、製造番号っていうかねそのロットナンバーっていうんだけどこのロットワンロットで何本作ってるかちょっと分かんないですけど1階に作って調合してそれを、まあ、フィルム作るために要するにその例えば分かりやすくいけば1番っていうロットがあって1番っていうロットはちょっとイ,イエローが強いとかで2番っていうロットは Y が強いとか3番っていうロットはシアンが強いとか。で 4番のねロットは色が正常で綺麗に出るとかっていうことがね要するに月のうちにあのナンバー違いがだいたい5種類ぐらい5種類か6種類ぐらい出てくるんですよ。でこれをまあ自分はそのねあの材料屋さんに言うと今,今月はね自分が消費したフィルムの、えー、またなくなってるんで次もなくなりそうだから。 いいロット番号のやつが出てますか?」って言ったらあ「この番号だったらいいと思います」っていうのを、まあ、2種類ぐらいもらってフィルムテストでするんですよ。でそうする時に「あこれは補正しなくていいな」っていうフィルムもあるんですよ。でこれはやっぱ補正しないと使えないとそうすると他にありますかって聞いてそれで。 えー、他のロットももらってそれでテストしてじゃあこの番号を、えー、1,000本だから月当時だったら1,500ですね月1,500本をもううちで買いますとっていうことでそれでうちはそれをまあ購入してキープをするんですよ。それで材料屋さんにね、えー、まあそれだけのものを保管できないから保管しててもらってでえー その,その都度、ね、伝票ででやり取り取をすするわけですよ、ね、でその間にその間にね素晴らしく補正しなくていいフィルムが出ちゃうこともあるわけですよね。その時はその申し訳ないけど前のやつをねあの流してもらえないかって言った時もあるですよねそこをなんとか頼むって言ってそれはもうねあのフィルムの消費量がすごい多かったので,で、まあ、当時の本当に忙しい時なんていうのは月にですね フィルムの材料費、えー、ポラロイドも含めてです、ね、要するに、まあ、当時は共同写真というところでやってたんだけど、まあ、月150万から200万の支払いを毎月やってたんですよ。年間でいけば2,000万3,0003,000 3000万いかないけど2,000万近くのフィルムの消費をしてたんですね。でここに現像代が加わるわけだからまあ年間にすると。 フィルム代と、まあ、現像代を含めると、まあ、3,000万から4,000万ぐらいの、えー、フィルムの消費をしてたわけですよね。でそこで、えーね、自分もその今回の動画でもしゃ喋っ,ってるんだけどでそこでフィルターを、えー、自分のとこでもいっぱい持っていてで当時の、ね、うちのアシスタント今度は出てきてもらえば分かるけど本当に。あの 事務所に、ね、もうフィルターの数っていうのは総額でいったら20万から30万近いフィルターの量があってでこれっていうのはゼラチンフィルターだからやっぱり汚れるわけですよね。何回か使うともう捨てななくちゃいけないでやっぱ曲がったりもするし、えー、ちょっと湿気を帯びるとねあのそれによってこう膨らんだり歪んだりとかするわけですよね。でそれによって解像度が落ちるっていうことがあるわけですよね。で富士 富士が出てきたものは富士は水に濡れてても結構大丈夫なものが出てきたんだけどやはりね当時のことでいくと、まあ、コダックのねやっぱりフィルターにはかなわなかったわけですね。でこれだけその色をや,やることによってねそれで、まあ、自分はその、まあ、自分の殻を作ってきたわけですねでそのの、まあ、今回のね。 出てる動画のこととね、まあ、後でご覧になってもらえば分かると思うんですけど、まあ、それで話してることと同じようなことをまあ不足していくとですね、まあ、スタジオに入るとですねあのまずそのね皆さんは多分ここで今日聞いてる方がね、えー、そんなことないだろうと思うかもしれないけど例えば、まあ、ストロボですよねストロボがあって例えばじゃあヨドバシにあるストロボが。 えー、10代20代いろんなものが出てると思うんだけどでもこのストロボの,あの色温度っていうのはもう本当に違うんですよ。でスタジオに行って、まあ、新しい古いっても当然ねその発光あの使用,使用頻度によってもね色は多分違ってくるのは間違いないんだけど例えばストロボが新しくなってたりすると、えー、それが6,000ケルビンとかね。 ちょっっと青っぽくなるわけですよねでそれを5,500まで戻してでフィルターをあの、えー、照明用のフィルターをやって色温度を下げるアンバー系ブルー系っていうのをいろいろフィルターをたくさん持っていてこれは大きいやつなんだけどでこれをスタジオに持っていってそのストロボの前に貼り付けてそれでカラーメーターで測って5,500に全部合わしていくんですよ。でそこで初めて まあディフューザーをつけてそれで柔らかい状態を作って十台ストロボ10台使う時に10台とも全部5,500に合わせるんですよ。それでえ10台のストロボ同時発酵した時に5,500が出るようにするんですよ。これね皆さんはこんなことねあのストロボはみんな一緒だって思うかもしれないけど違うんですよ。ところがデジタル時代になってくるとこれがね結構そのまあ あの自分が言ってるようにねソフトで色を変えることができるから同じ色じゃなくてソフトに色を変えることができるから JPEG 取って出してねこの色が混ざったものが入っていればまあステージの中でね例えば照明がピンクだのブルーだのいろんなものが混じった色があるというふうに考えればまあストロボでねスタジオに行ってそのえま発光したものが要するに同じ色ではないってことを自分は言う思う。 なんか言いたいからこの話をしてるんだけどでストロボ1台を使ってねで取っ手出しっていう人もいると思うけどでも実際はその色によって違うってことストロボの要するにあれによって違うんですよね。で自分はそのストロボのことの昔のことでいけばまあストロボの, <laughs> あの皆さんねストロボのことってあんまり詳しくはないと思うんだけどストロボってこう。 パラソルで開くとパッてこううアンブレラっていって開くとねこのアンブレラっていうのが要するにその普通の白いアンブレラとメタライズのアンブレラとあとはそのメタライズと白いのがこう交互に入ってるえストロボの傘っていうのもあるわけですよね。でこの メタライズじゃなくて普通の布のやつっていうのはまあ光が柔らかいらかいまあ性質もあるんだけどでこれでやるとまあ当然ね皆さんわかると思うんだけどそのパラソルが古くなってくるとこれがまあ黄色くなったり色がかぶってくるとそれだけでストロボ発光しただけであの色温度が5,300とか5,200とか中には4,000台のものも出てくるんですよ。 でこれを防止するために自分がやっていた時代っていうのは自分のフィルムの時代は中に全部あの自分でアルルミホイールを持ってっってて全部貼ったんですよねでそれがだんだんこうストロボも改良されてきてメタライズっていって中が金で反射するものが出てきてで自分はその頃になった頃にはも,うあのもちろんそのアルミホイールを持っていくことはなくなったんだけど。その まあここでアルミホイルをねえなくしてメタライズっていうのを使ってそうすると色の変化って色の変化っていうかねパラソルの古い新しい関係なくまあ色は安定してくるんだけど当然ねストロボの使用頻度によって色が変わるってことで昔はカラーメーターってあってね今はもうデジタルになったからカラーメーターをつかなくてもソフトで色を変えられるってことを言ってるんですよね。これを そのあボンチさんこんばんこばはですよろしくお願いします。まあ、これをねこれを皆さんが本当に熟知してるかどうかなんですよねだから自分は、ねまあ、YouTuber の人どうこうっていうことはないと思うんだけどここまで詳しく知ってる人ってやっぱプロでねフィルムの時代からやってこないと本当分かってないと思うんですよ俺はね。でこれ皆さんにこの話をするとこういうことによってね撮影技術が 向上したかしなかったかとも。自分の歴史をたどることの背景にあるわけですよね。自分の昔の。ね、今でこそね、そのまあパラソルがね、出てきて。まあ、こうやって。皆さんが持っていると、ワンタッチでできるものも。あのう。F、とか、ああいうところでも。結局、今パラソル、ヨドバシっても、パラソルとか。いっぱいありますよね。でも、自分が。 始めた50年前40年ぐらい前なんていうのは自分で段ボールで丸く輪っかを作ってその中にアルミホイルを貼ってそこに、えー、トレーペを貼ってなおかつ黒い布であ黒いあの紙で包んでラッパ型で「おーい」ってしゃべるみたいにしてそれでそういうものを自分では作ってやってたんですよ。だから野村っていいううののはは優れたっていうのは 自分はそういうことを、ね、もう本当に日常的に毎日考えて自分の要するに色によって違うからスタ,スタジオの撮影に行く時もあの、まあ、当時の、ね、これからワークショップをやったりすれば当時自分がどういうふうにやってたかっていうのを見せればいろんなことを見せていけば皆さん分かってくると思うんだけどで自分はその、ね、スタジオに行くと黒布をやったりとか。 一番、ね、その色に影響を与えないのはグレーのスタジオっていうのがあるんだけどあとはね六本木スタジオ昔その篠山さんとかね佐渡さんが事務所を構えてたところの六本木スタジオっていうのが今六本木ヒールズのね、まあ、元そのとこにスタジオがあったんだけどでその地下にはブラックスタジオってあって要するに全く、ま、周りがこう何て言うのかスタジオそのものがまあブラックなスタジオがあったぐらい。 でこれは何でブラックのスタジオがあるかっていうのは色の反射だとかそういうのを防ぐためにもうスタジオが要するにそういうスタジオを作ったと。でその <laughs> ブラックスタジオはよくね、まあ、余談だけどお化けが出るとかお化けが映るなんてあってで昔はそのねあの何、ー、て言うか青山墓地っていうのがの今の六本木ヒルズのたりまでがあの辺がまあ広い墓地だったらしいですよね。で結局その まあ六本木スタジオの地下っていうのはまあ墓地の中を掘ってるから掘ってるから結局そこが要するにお化けが出るって話だったんですよねで四ツ谷にもあったんですよビームアップスタジオってそこもお化けがよく出るってあってこれ余談の話ですよ。でこれもお墓のところをまあどんどん何て言うのかな切り売りしてったためにまあその掘ってねやったからそこもお化けが出たとかお化けって言い方変だね。 だからこういうことがあったぐらいなんですけどちょっと話はそれましたけど結局そのまあ色の色のコントロールっていうのはものすごく重要だってことですよねだからそのね JPEG 取って出しなんていうことでね要するに自慢することじゃないってことを言いたいです自分はね。やっぱりそ,それをその そういうふうに思うのはステージ写真とかねそういうものを撮ってる人はもう全然それでいいと思うんですよねだってどういう色でどういうもので撮ってるかわかんないけどでも肌色とかねやっぱりスタジオでコマーシャル撮るとかなんとかって言ったらやっぱりこの色っていうのはものすごく重要だからだからね最近はレタッチャーって言ってスタジオにえ撮影に来たと このレタッチャーって人に渡してその事務所に行って打ち合わせしてやるみたいなことが今はもう本流になったんですよね。で昔はね昔はこれがねそのモノクロだとかそういうカラープリントの時代っていうのはアメリカじゃどうしてたかって言ったらこのねレタッチする人たちがいてモノクロ現像ももうそこの人が専門的にやる人がいてでここでヘルムート・ニュートンだとかブルース・ウェーバーとか。 そうう有名なね人のえ現像を引き受ける場所がプロ用現像ですねモノクロも受けてそれでそのプリントワークまでするからまあプリントがもうとにかくすごい素晴らしいってこともあったわけですよね。でまあブルース・ウェーバーなんていうのは自分がすごい好きでアバクロン,アバクロンビーってねアバクロのまあポスターをね撮ってる人なんだけどでこの人がねその日本で。 青山だねその写真展をわった時見に行ったんだけどもう別,別世界っていうかもう要するにアバクロの要するにあのペーパーバッグに印刷されてるようなピンボケな写真のようなねまあネガからで撮ったようなプリントではなくもう素晴らしくてもう鳥肌が立ちましたの時は。でやっぱこれっていうのがもともとはもともとはそういうまあ なんていうのブルース・ウェーバーでもそういうプリントを作っていたってことですよね。でこれは有名なレタッチャーがいてプリンターの人がいてでその人たちがもうやってたから自分たちも昔はねそのアメリカ行った時にそのコーディネーターに、ね、頼んで一回現像してもらってそこでやってもらいたいんだけどって言ったら多分途中から入るのは難しいと思うよみたいなこと言われてね、まあ、そのくらいその憧れ的なまあ ことなんですよねでこのことを考えていけば皆さんがよく分かると思うんですよだからその現像も現像もそういうプロがフィルム現像をしたそのアメリカの有名なブルース・ウェーバーだとかそういう人たちの、まあ、やってるプリントやってる人っていうのは現像する段階からもう全然違う要するにプリンターの人がいたってことですよねプリンティングディレクターって言うんだけど、まあ、そういう人たちが存在してたってことですよね。で自分は まあ自分が30過ぎぐらい30半ばぐらいの時そういうことをねトライしようと思ったんだけどまあ難しいと思うよっていうぐらい結局だからそのまあどういう露出を与えてねどういうものでそのプリントを作ったらいいものができるかっていうのはもう自分はそのねもう鳥肌が立つようなね思いをしてそのプリントを見たからねその,そのプリントの衝撃ってすごい高いので。 やっぱりこのプリントっていうことに関してはものすごく自分もね研究したから,から自分はねその20代の時にね自分はそのねえ玄関現像することによって自分で現像液をまあ自分の場合はねまだあのそんな素晴らしい現像液を持ってたわけじゃないから押し入れの中は真っ暗くしてで窓を閉めて押し入れも。 え光が入らないように黒い紙を買ってきて全部貼って自分がおれの中に入ってでおれの中にバケツ大きなバケツに原造液いっぱい入れてそれでえっとベルト式っていうのを使ってたんです自分の場合は。ベルト式っていうのはあの普通はリール式ってリールにこうフィルムを巻くんだけどベルトっていうのはガシャガシャしててもベルトにちゃんと固定されてるからあのフィルムがこう。 激しししいい動きに対してもあのよれたりしないですよね。でそれを自分はまあ現像液の中に入れてバケツにプラスチックのバケツに入れてサッって入れてバシ,バシャ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 ってこうやってね引っかき回してたからもう自分も酢酸とか現像液がもう飛び散ったりとか、まあ、そういうことをしててそれで玄関っていうのは。 通常は13分ぐらいかかるところ七7分とかで上げるために要するに現像液の中へスッと入れてだから、まあ、今のね市販で売ってるような現像,現像をね1本だけ入れてねやるなんていうのはあん中ではもう本当にムラになっちゃうんですよねでそのくらいまあ現像がさっき早く進むからこう現像液の中に入れる瞬間にバシャッて入れてバシ,ャバシ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 ャって本当に。 もう自分の家内に昔の話と笑うんだけどもう,もうそのくらいこう激しく動かして絶対にフィルムの村ムを作らないっていうだから入れた瞬間にこわってやるっていうのをやってたのでねで現像書でそれを頼むと要するにそんなね13分ぐらいかかるものをね7分であげるなんていうのはもう現像書ではそんなの受けてくんないからまあ自分でその現像液も作って。 で今でも覚えてるのは FD122 だったかなんかの原像液を作って自分で、えー、上皿天秤ばかり乗っけてそれであのどれとどれを混ぜるといいとかっていうのをやってそういう野村独特の原像液を作ってやったんですよ。それでで、まあ、今ねその、まあ、有名な人で、ね、素粒子の えー、プリントなんかを作ってる人いるんだけど <laughs> で、でそのそのものっていうのは D 七六っつってね当時の D 七六って現像液があって、でこれが古くなれば古くなるほどよりこう素粒子になるってことですよね。まあ今でも有名な写真家の人がまあねやってるその多分フィルムでやってるのかどうかちょっと分かんないけど、まあ犬の写真の中で有名な人のああいう写真の中でいくと。 とにかく D76 で現像液も温度を高めにして20度のやつを25度ぐらいにして現像したりとかしてそうすると要するにそのフィルムの表面までがこうなんていうのかな乳,えと乳剤がね乳剤っていうかそれがちょっとこう溶け出すようなこうね温度が高いためにこうずれたりするんですわざとそれをそのやっていたってことは俺は知ってるんですけど。 そういういことを自分もやったことあるんですよただ自分はあくまでもねそのポートレートの仕事をしてるからその柔らかいねやっぱり現像したいっていうことでまあこういうこともね、まあ、今度ねあのワークショップ開いた時にもっと詳しくいろんな話をしていこうと思うんだけどまあこういうことですよね。あ富山さんがストロボの光アンブレラや壁の反射がモデルさんの肌色に影響が出るとなると。 出る,ん出るとなるとモデルさんの衣装も影響するんでしょうねこの場合はどんな対象をするいやここではしゃべれませんこれは。今度ね富山さんねワークショップやるのでこのことに対しては俺が本当研究してきてやってるのでねここで、まあ、簡単にしゃべる話ではないので、まあ、これはすいません富山さんあの。別に意地悪してるわけじゃなくてこれが自分を支えて自分はこれによってね 三と間から脱出して28歳で1,000万のポルシェを買ってとかスタジオを建ててとかそういうことができたのでだからこのことっていうのはね今のことだけでもねすごいお宝を話していると思うので,でこういうことが要するにじゃあどういうことなんだっていうことなんですこれはだからそのモデルさんの衣装によってもじゃあこれをどうしたらこういうことが防げるかとか。 もう自分はもう研究しまくったのでこのことに対しては非常に自分はレベル高いいと思いますよもうこれは、まあ、まあはっきり言って業界で有名だったからねやっぱり野村カラーって言ってやっぱりその実際こういうものを見ても分かるように光,光ってこれ大事なことなんですよねで自分は最近なんか、えー、家内がねこんなので出てきたよなんていうの。 出てきてき今度はそういうのを見せたいと思うんだけどその自分がやっていてねコマーシャルでやってた時のなんていうのは今でも見てもやっぱ俺ってすごい写真を撮っていたよねなんてかなり言うぐらいだからまあこれを見せれば皆さん納得すると思うんですよ。でやっぱりこれがこういうことが研究だからねもう毎日考えてました。だから 光の方向もそ,もそうだし今度はねまあその実家の方がねちゃんとできたら YouTube スタジオでねちゃんとそういうところでねまあ招待をしながらいろんな話をしていきたいと思うしまあプロダクションの社長たちねを迎えてその話をしたりとかなぜこういうことがその難しかったかっていうのは結局だからデジタルの時代になったら簡単。 簡単になったんだけど簡単になったんだけど JPEG 取って出しってのは違うってことを言いたいわけ俺はそれはね俺のワークショップへ出ればもう取って出しなんていうのはもう本当に意味がないんだってことよく分かってくると思うんですよでこれをねやっぱりその圧縮ファイルとそうじゃないファイルの違いをねやっぱ覚えていかないとコマーシャルでも何でもそうだから結局だからフィルム でムービーだってそうだしムービーだってねやっぱりいい状態のもののやっぱりそれを元を作ってねで最終的にテレビで放映される時には圧縮ファイルで放映されてしまうわけだからで見てる人がねやっぱり違うわけじゃないですか例えばまあ音楽スタジオもそうですよね音楽スタジオもプロの人たちがその録音スタジオですよね録音スタジオだから昔こう流行ってたのが。 ロサンゼルスでみんなスタジオ録音はロス行って録音するっていうのはやっぱ空気の状態が違うから音も違うんだっていうこと楽器の音までが違うからわざわざロスに行ってたんだとでまあこの話はね話としてはいいと思うんだけど例えばコダクロームなんていうのはアメリカのねフィルムだからコダックだから実際俺たちが行ってアメリカで撮影した時と日本で撮影した時で色が違うんですよ。これね やっぱり撮った時、空気、空気までをやっぱりフィルムってのは写し取るってことですよね。だから、その実際に色が違うってことがあるわけですよね。もちろん、だから、日本で撮る場合は日本のフィルムの方が。 てますかね。あ、これで大丈夫かな。これで少し入ってる。あ、入ってる。じゃあボリューム下げれば。 もしもしもしじゃねい聞こえてないと思うすいません今日はダメですねすいませんなんかマイクのマイクの,、えー、マイクの充電をしてなマイクの充電をしてなかったからだと思うしょうがないね